こんにちは。今回はお得な食べ放題があるお店を紹介していきたいと思います。食べ歩き1軒目はサンモール地下1階にある格安の美味しい鉄板焼きステーキを堪能できるお店、ステーキ 3M に行きました。中華料理蓬莱の真向かいで、ビーフステーキだけでなく鶏肉や豚肉のステーキもあって、唐揚げやとんかつ、エビフライなど揚げ物やカレーもいただけます。しかもこれらセットに加え、セルフでご飯と味噌汁がおかわり無料なのは嬉しいサービス。国産牛サーロインステーキセットの 200g。 今来ます。すごい取れました。国産牛サーロインステーキは皿からはみ出るほど大きくて分厚く、付け合わせのキャベツももりもりでボリュームたっぷり。大きなサーロインにキャベツか何か入った味噌汁とご飯とスープが、セフォーってのはいいよね。ところどころ筋のある赤身の柔らかお肉と、ジューシーで食べ応えのある脂身がうまく調和して、プチうまい。見落としがちだが、セルフコーナーにわかめと麩が置かれています。もう我慢できんのんで。ウイスキーのバランタイン乾杯。ステーキとクリャスラさっぱりハイボールで流し込みたいと、うなずき飲む酒うまし。程よい噛み応えと適度な甘みがあって、醤油ベースのステーキソースの旨味が肉に染み込んで癖になる味わい。ステーキソースとサラダのドレッシングを混ぜて食べてもまた美味しい。ガーリックをかけてみた。噛むほどに肉汁が溢れ出て、旨味がじゅわっと口の中に広がります。この脂身の多いとこがまたなんとも美味しそうで、部位ごとに味わいとか食感が違うとこがまた食べる楽しみが増えていいよね。多めに取ったライスをペロリと平らげ、セルフコーナーへ向かいます。今度こそは巻き麩とわかめを忘れず入れよう。わかめまだ腹七分なので、残りの胃袋を満たします。
ご飯が無限に食べたくなる絶品ステーキでした。食べ歩き2軒目は浅見並区緑にある無敵餃子に行きました。昼も夜も定食が食べれて、定食を頼むとなんとご飯と味噌汁と漬物が食べ放題になります。夜は卓上サーバーでハイボールとサワーが飲み放題のお得なプランもあり、定食以外にもいろいろな種類の変わり種餃子をはじめ、おつまみにぴったりの居酒屋メニューも豊富で、昼でも単品注文できます。さらにもつ鍋や麺類にお好み焼きやご飯物など、お酒もご飯も進む料理が揃う使い勝手の良いお店です。場所は県道269号線に面した通り沿いにあり、以前動画で紹介した緑食堂オレンジハウスのちょっと先で、最寄り駅の毘沙門台駅や緑駅からほど近く、緑の水深の隣になります。無敵箱に入った8種類の調味料で自分好みの漬けダレにアレンジできるのも魅力です。じゃあ一番人気っていう一口餃子定食に決まり、12個と24個ある鶏間12個にしとこう。餃子12個で790円って結構安いよね。確定まず一口餃子が一番に到着。鉄板に12個きれいに敷き詰められた黄金色に輝く羽根付き餃子の上にはネギがどっさり盛られています。到着した一口餃子とサラダと唐揚げがついて、これは取り放題のたくあんとおかわり自由の白米と味噌汁。美味しそう。うわ、焼きたての熱々感が伝わってくるビジュアルから、まずはタレとか何もつけずこのままいこうかなって思います。本当に一口って感じ。食べやすい。熱々。餃子のタレを作らんといけんかったなって感じ。これやってみるかな。餃子のタレと、それと韓国辛味ラー油。餃子にこういう韓国辛味とか入れたことないな。ラー油。こういう8種類のタレで自分好みにカスタムできるのもまた楽しいです。さっき二口いっぺんに食べとった。これが一口。あ、つけてみます。見た目辛そう。ピリ辛で美味しい。では酢と塩コショウ入れてみようと思います。あっさりして美味しい。でも個人的にはね、やっぱ辛めのしっかりした濃厚なタレの方が合うような気がする。
この餃子自体が割とねあっさりめで薄味なんで、個人的にはこういうちょっと辛めのタレが合うかなって思いました。てな感じでおろしにんにく入れてみようと思います。入れすぎかな。そう、一味。タレがカオスになってきた。わ、やば。入れすぎた。やっちまった。おいしい。あ、ニンニク入れて正解。餃子に夢中で放置しとった唐揚げ食べます。もう冷えとるかな。酒飲みたくなってくる。夜に来たらこの卓上サーバーでねお酒飲み放題とか行けるんだけど、今昼なんで残念。餃子も唐揚げも無限にご飯かき込めそう。餃子白飯また餃子そして白飯という無限ループが止まらない。その勢いで味噌汁に続きご飯もすべてなくなったのでおかわりしてきます。味噌汁も取ってきた。まだまだ食べれそうなんで次チーズ餃子頼んでみます。これは5個入りみたいじゃんね。ナイスタイミングでチーズ餃子が到着。ふっくらとして大きな5個の餃子の表面についた焼き色がさらなる食欲をそそります。揚げたての餃子の上にとろーりしたチーズが乗って、まあ映えるしね、絶対美味しいに違いないって感じ。やっぱ広島の餃子ってこうやってネギとかが添えられとるケース多いよね。お好み焼きとかラーメンもそうだし。3杯目のご飯と味噌汁を取ってきて第3弾のスタートです。いいね、このチーズのとろけ具合。表面はパリッと中は肉や野菜たっぷりでジューシーな&とろけ出すチーズが合わさりめっちゃ美味しい。チーズと餃子意外に合う。いやーこれはね酒が欲しくなるラインナップでしょう。餃子のタレなくってもこれに関してはそのままで十分美味しい気がするけど、やっぱ作ってみるか。ネギもどっさり入れて。一口餃子よりこっちのチーズ餃子の方が分厚くてボリューミーで食べ応えあったりします。どっちがいいんじゃろうね。ああソースが腹パンになってきた。1軒目のステーキ 3M のサーロインステーキとここ無敵餃子の一口餃子とチーズ餃子をおかずに無限食べ放題のご飯と味噌汁を爆食いしてお腹いっぱいになりました。以上食べ放題のお得なグルメを紹介してきました。この動画が良いなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。気軽にコメントもじゃんじゃん待ってます。最後までご視聴どうもありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。